アデレードメトロは南オーストラリア州政府が管理するアデレード都市圏とその周辺の公共交通機関の相性である。すべての交通機関に共通して有効なメトロチケットと時刻表や路線図などによる総合的な案内が特徴となっている。なお2000年4月より路線バスが民間会社に委託して運営されるようになった。アデレードメトロに含まれる。 交通機関の概要は以下の通り。なお空港へのシャトルバス、地方公共団体の運転するコミュニティバスなどは含まれないが、路線図などの案内が共通化されている地域もある。アデレードメトロが運行するすべての交通機関に共通して使える切符で、切符自体は A 型の時期券、乗車時に打刻して使用する1回券と回数券1日券がある。 一回券は、打刻機に通してから2時間以内に乗った便の終点まで有効。回数券は1枚の券が10回使え、1回分の効力は1回券と同じである。1日券の有効期間は午前4時以降に打刻した、場合は翌日午前4時まで、午前4時以前に打刻した場合は当日午前4時までとなっている。 なお打刻される時刻は2時間を超えない最も遅い10分単位の時刻で、例えば午後2時1分から2時10分の間に打刻した場合、有効期限である午後4時を示す160と表示される。1日券と回数券には平日昼間時に打刻した場合に有効なインターピーク券もある。また、全券種に学割、子供運賃の設定がある。 アデレードメトロの管理を行っているのは、交通都市計画省公共交通局であるが、実際の運転は他の機関に任されている。鉄道、トラムに関しては同じく州政府内の組織である、トランスアデレードが行い、バスの運転は2000年4月より、民間会社に5年ごとの契約で委託されるようになった。契約は6区域に分けて行われる。契約会社は以下の通り、 2000年4月から2005年4月2005年4月から2010年4月、また公共交通の案内所の維持や、メトロチケットの販売も民間に委託している。日本のバスロケーションシステムにあたるシステムで、最大4便のバスの行き先と待ち時間が表示される。現在都心から西に向かう130番台の、系統と東に向かう120番台の系統の2路線34バス停に、 整備されている。120系統と130番台は基本的に直通運転しているため実質的には1系統のみの整備である。GPS を利用してバスの位置を検知しているため GPS を装備したバス45両が限定運用されている。平日昼間時の待ち時間が15分以内の区間をゴーゾーンと呼び区別し、ベンチ、屋根付きバス停の整備や 時刻表などの案内の充実も優先的に行われている。現在都心から郊外に向かう18路線が指定されており、この中にはアデレード・オーバーンとグレネルグトラムを含む。ありがとうございます。